はい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 。阪神終戦しましたね。ちょっと残念なとこあるんですけど、まあ今日は梅野選手の、まあ、配球なんかが少し X で、まあ、批判を呼んでるというか、まあ、いろんな意見があるので、まあ、そこを中心に試合解説をしていきたいなと思っております。てな感じで始まりました、小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見れてください、よろしくお願いします。はい、このチャンネルは元読売巨人軍の選手であった僕小山翔平がジャイアンツ情報を中心に発信しているチャンネルになります。まだの方がいらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほど終わりましたタイガース対 DeNA ベイスターズの、まあ、試合解説の方をやっていきたいと思います。いつもはジャイアンツ戦を中心に見ているんですけども、今日はね、まあ、CS というところで特別にね、他球団の試合も解説 していきたいと思っております。はい、今冒頭でも言いましたように阪神タイガースが、まあ、終戦してしまったと、まあ、2連敗で、負けてしまったというところで、ジャイアンツの相手は DeNA になりますと。はい、まあ、ジャイアンツファンからしたらですね、非常に DeNA は相手としてね、相性がいいので、まあ、阪神が来るよりかは良かったんじゃないかなと思っております。その中で、まあ、昨日の東投手の、まあ、ちょっと負傷というかね、もありましたし、今日のね、宮崎選手の、まあ、右膝かなっていう負傷もあって、非常に DeNA は難しい状況というか、相性が悪いジャイアンツとやるというところもそうですし、怪我人が今出ているというところで、非常に DeNA からしたら向かい風、ジャイアンツからしたら非常に追い風なんじゃないかなと僕思ってます。はい、じゃあね、今日動画をやっていきたいと思うんですけども、動画の構成としてはまず得点シーン振り返っていきまして、その後にスタメンの変更点見ていきまして、で最後に僕が気になったところですね、先ほど言ったように、まあ、配球なんかもね、ちょっと言及しながら、ちょっとねお話していきたいと思っております。はい、まず得点シーンを振り返っていきたいと思います。僕の胸あたりですね、画像を出しながらちょっと見ていきたいと思います。はい、まず今日はですね、まあ、すごく大差のついたゲームでした。10対3というところで DeNA が勝利をいたしました。はい、得点シーン振り返っていきますと、まず1回裏2アウトランナーなしから森下選手のホームラン、まあ、非常に先制をできたっていうのはタイガースからしたら良かったと思ってます。ただ2回表でここですよね。はい、4点取るんですけども、ノーアウト満塁から戸柱選手のツーベース、2アウト3塁から牧選手のセンター前ヒットで、この回4点取るんですね。これが、まあ、今日大きく、まあ、勝敗を分けたんじゃないかなって思ってます。で、7回表ですね、この回6点取りますと、 DeNA がね、先頭フォード選手、ピンチヒッターのフォード選手がホームラン、ノーアウト1、2塁から佐野選手もスリーラン、ツーアウト1、2塁から戸柱選手もツーベースというところで、まあ、6点取るんですね、この回ね。まあ、ここでまあ完璧に試合が決まったというところですね。で、7回裏、まあ、反撃ですよね。ツーアウト2塁から森下選手のセンター前、まあ、9回裏から、ワンアウトから原口選手のホームランを打つもですね、まあ、そんだけ大量得点、大量失点をしているわけなんで、まあ、万事休すというかね、反撃遅しというところで、まあ、DeNA が勝利したというようなゲームになっております。まあ、ジャイアンツファンからすると非常に、まあ、残念というかね、まあ、阪神とやりたかったというか、まあ、阪神は強いんだけども非常にまあ盛り上がると思うのでね、そういった意味も含めて阪神とやりたかったなっていう思いは少しあったんですが、2連敗というところで終わってしまったというのは少し残念な気持ちも少しありますね。はい、で次はですね、スタメンの変更点見ていきたいと思います。僕の顔あたりですね、画像を出しながら一緒に見ていきましょう。はい、まずホーム側のタイガースなんですが、変更点なかったですね。はい、野手の変更点なしで、ピッチャーが才木投手から高橋投手というところで、まあ、この試合負けてしまったらシーズン終了というところで、まあ、阪神に関しては全戦力を投入してでもこの試合勝ちに来るというところですね。で、対する DeNA もですね、ほぼ変更点なくてですね、昨日から見るとキャッチャーの伊藤選手が戸柱選手に変わっておりまして、でピッチャーの東投手からジャクソン投手というところで、お互いほぼ変更点はなしというところですね。
で、まあ、戸柱選手の起用が非常にハマったというか、まあ、ジャクソンとね、シーズン中から組んでたっていうところがあるんですけども、今日は戸柱選手ね、打撃ですごく活躍したっていうのがあったんで、非常にまあ、この起用は当たったんじゃないかなというふうに思っております。はい、じゃあですね、ここからですね、僕がキーに当たったところであったりとか、ここポイントでしたよみたいなところですね、できるだけわかりやすく、野球があまり詳しくない方にもね、伝わるようにお話ししていきたいと思います。はい、じゃあまず、僕が気になるところね、まず1回裏ですけども、ツーアウトからですね、森下選手ホームラン打ったんですけども、非常にね、まあ、うまく打ったんですね。低めのインコース低めぐらいのボールをね、うまく打って、まあ、昨日負けてるわけなんでね、どうしてもやっぱり今日は勝ちたいというところがありますから、先制点を取れた、これは非常にね、阪神からしたら大きかったと思います。非常にね、球場も盛り上がってね、いいホームランだったなと思います。はい、ただですね、この2回表ですね、先ほど言ったように、まあ、4失点するんですね、タイガースがね。ここをちょっとね、詳しく見ていきたいと思うんですけども、先頭の宮崎選手、これ2塁だね。はい、でノーアウト2塁ので、桑原選手、まあ、ライト前ヒット、これうまく打ったなって、低めのボールをね、うまくこう右打ちをしてったっていう形ですね。でノーアウト1、3塁から森選手のファーストゴロをですね、本来で言えば宮崎選手が三塁ランナーで結構跳ねたんですね。バウンドがパーンって跳ねたんで、普通で言ったら余裕で帰れるゴロなんですよ。ただ宮崎選手が、まあ、走塁ミスをしたんですね。いけなかったんですね。で、逆にそれが大山選手のその判断を鈍らせたというかね、あれホーム行ってないのみたいな感じになって、でファースト投げようと思ったら時すでに落としというところでヒットになったんですね。まあ、結果的にこれが走塁ミスなんですけど、良かったという形になりました。でノーアウト満塁から戸柱選手に、センターへの二塁打を打たれて、まあ、一挙3点取られるんですね、ここで。はい、で、ここでちょっと今日の高橋遥人投手と、まあ、梅野捕手のね、ところについて言及していきたいと思うんですが、まあ、高橋遥人投手ね、今日見てると、まあ、そのまっすぐの今日は走り良かったと思うんです、初回なんかを見ててもね。で、まあ、梅野選手、まあ、昨日からずっとね、安倍監督じゃない岡田監督が、同じやられ方してるよと、早いカウントから早いボールを打たれてるみたいなことを言ってましたけども、今日もね、その傾向というか、そういう感じはあったんですね。で、まあ、皆さんに、まあ、お伝えしていきたいことが、まずありまして、まずカウントの進め方っていうところですね。はい。カウントの進め方って3つ通りがありまして、見逃しを取る、空振りを取る、ファールを取る。まあ、この3つで、ストライクを取っていくっていう形になってますと。で、基本前提として、基本情報として、バッターっていうのは追い込まれていくごとに打率が低くなっていくんですね。はい。要するに、どれだけ早く追い込むか、どれだけいいカウントを通って、まあ、守備側からしたら、ストライク先行のカウントを、通って、バッターを打ち取っていく。まあ、これが、相手打者に打たれない秘訣なんですね。もう絶対原則というか、もうこれは100年後でも、205年後でも、必ず通じる原理だと思います。逆に言えば、バッターからすれば、どれだけ、バッター有利のカウントに持っていくか。これなんですね。もうこれのやり合いなんですね、野球っていうのはね。その中で今日の、まあ、梅野捕手と高橋遥人投手のピッチングを見てると、非常にね、難しいピッチングをしてたというかね、ちょっとまあ確かにピッチャーも投げるとこが甘かったっていうところはあるんですが、少し配球にも問題があったんじゃないかなと思います。というのもですね、ストレートが、本来ね、高橋遥人投手、先ほど言ったように走ってたと僕は思ってまして、で、高橋遥人投手の一番いい球何と聞かれるとですね、やはりまっすぐというふうにね、答えると思います。なので、そのまっすぐをいかに活かすかという配球をね、していくべきなんですけども、梅野捕手の今日の配球を見てると、例えばまっすぐボール、まっすぐって言ったら次絶対変化球。で、逆もしっかりで、変化球言ったら絶対まっすぐっていう、あんまり続けないんですね。うん。だから、つまり、相手が、ここ絶対まっすぐだろうというふうに思ってるところにまっすぐを行って、それを確実に打たれてるっていうところなんですね。はい。だからですね、まあ、いわゆるカウント負けというかね、うん。打者は、何が来ない、
何が来るだろうっていうふうに、予測したりとかこう迷ったりするから打ち損じたりとかする確率が高まるんですけども、今日の配球に関して言えばもうこれボールボールになったらこれ次に絶対まっすぐやろとか、もうストレート2球来たから次変化球やろみたいな感じで予測がすごくしやすかったんですね。うん。で、まあピッチャーの畑橋遥人投手も投げ切れればよかったんですけども、例えばいいコースに投げ切れてたりしたらバッターもね、あ、これ打ったら凡打するからって思ってバット止めたりするんですよ。うん。だけども、まあ、そこ狙ってるボールが来て、なおかつ甘いところに来てたんで、それを痛打されたっていうところがあったんで、あの、梅野捕手としては、まあ、どうしようというかね、うん、どうしたらいいんだろうっていうふうに迷ったとは思うんですけども、僕からしたら、もう少し、ボールを続けてもよかったんじゃないかなって思うし、変化球だったら変化球続けたらいいし、もうちょいね。ストレートだったらストレート続けたらいいし、で、コースを変えたりとかね、うん。で、やはりあんだけ踏み込まれたりとか、うん、あんだけ気持ちよく打たれるってことは、ある程度やっぱりこう、恐怖心であったりとかっていうところも与えていかなければいけないというところがあるんで、早い段階からね、インサイドを見せたりとかですね、インサイドじゃなくてもですね、高めを使ってみたりとか、そういう工夫がね、ちょっとあまりなかったかなというふうに思うし、ちょっとね、同じやられ方をしすぎかなと思ったんで、少しね、そこはね、僕も、元キャッチャーとして、少し思いましたね。はい。で、まあ、この回、まあね、ツーアウト三塁に最後になりまして、牧選手にもセンター前ヒット打たれて、まあ、これちょっと余分な1点だと思うんですけども、まあ、4点取られたんですね。はい。これは非常に大きかったですよね。1点先制したにもかかわらず、次の回にすぐに4点取られるって、ちょっとこれ雰囲気悪いですよね。はい。で、4回裏ですね、阪神反撃がするかって思ったんですけども、これ先頭佐藤選手がこれ2塁打つんですね。ただノーアウト2塁から前川選手、坂本選手、木浪選手がまあ全部倒れて、そのノーアウト2塁というチャンスにランナーも進めることもできないっていうところがあったんですね。まあここも非常にもったいなかったなとは思うし、この5回裏でもですね、これ先頭のこれピンチヒッター島田選手がねフォアボールを選んで、で、ノーアウト一塁で近本選手、中野選手っていうところが凡退と。まあ今日のね、まあ2試合見てまして、やはり近本選手、中野選手が機能しなかったっていうのは非常にね、阪神からしたら、まあ大きなね敗因の要因かなと思います。で、森下選手フォアボールで、大山選手も空振り三振っていうところで、まあ結局このシリーズ見てたら森下選手しかほぼ打ってないなっていうところはね、印象としてありました。はい。で、7回表ですよね。これね、また6点取られるんですね。もうここで完璧に試合決まるんですけど、まあフォード選手がホームラン、村上投手からホームラン。で、ノーアウト1、2塁になりまして、まあ佐野選手の場面で、まあ、ピッチャー富田選手にね、スイッチしますと。ただその富田選手がまたホームラン打たれるとね。うん。これもそうですよね。ストレートボール、ストレートストライク。で、カットボール行って、で、ギリギリホームラン。で、その後ピッチャー岡留投手に変わって、で、ワンアウトから宮崎選手がサードゴロを打つも、まあ、ここで負傷するんですよね、宮崎選手が。まあ、巨人からしたら、まあ、非常に、まあ、その、まあ、ラッキーっていう言い方はちょっと、あれですけども、まあ、はい、って感じですね。で、ツーアウトから、これ、桑原選手に余分なデッドボール。これもったいないですよね。で、これで、ツーアウト一塁で森選手にセンター前ヒット。で、ツーアウト一、二塁で、また、これ、戸柱選手にね、レフトへの二塁打打たれてっていうところで、余分なこれ、結局、フォアボールというかね、デッドボールから、またね、いらん失点をしたっていうところですよね。はい。で、ただ、7回裏ですね、阪神が反撃すると。うん。ピッチャーウェンデルケンが来まして、での最後ね、ツーアウト、二塁というところで、森下選手が、まあ、センター前ヒットを打ちますと。うん、まあ、本当にこのシリーズ、森下選手しか打ってないんちゃうかなっていう感じはね、正直ありますと。うん。でもまあ、時すでに遅しですよね、もうこの時点でね。で、最後9回裏、上茶谷投手出てきまして、ワンアウトから、まあ、原口選手ね、代打でホームラン。これ素晴らしいホームランですけども、まあ、結局、8安打で3得点ですよね。で、対する DeNA ベイスターズは15本ヒット打って、まあ、10点というところがあるんで、まあ、先ほど言ったように、やはりまあ、ピッチャーがね、投げ切れてないっていうのは正直ありますけども、
まあ投げ切れてない中で、まあキャッチャーがいかにこううまくね、やっていくかっていうところも、まあキャッチャーの腕の見せ所だと思うんですが、やはり、まあ今日見てるとですね、ああもうこのカウント絶対まっすぐやんっていうところでまっすぐ行って、で、痛打されてっていうのがあまりにも多かったんでね、そこはまあピッチャーもね、球の球威を上げて、ちょっと少々甘めでもファールを取れるボールを投げるのか、うん。コースにある程度きちっと投げて、まあ、見逃しを取っていくのかっていうところの、まあ、キャッチャーの意思表示であったりとか、ピッチャーの、投げてる感じもですね、あまりそう、どっちを狙って投げてるんだろうっていうのがちょっとわからなかったところあるので、まあ、全部が全部ね、ピッチャーね、その毎試合それができるかって言われたら、そうではないとは思うんですけども、非常にこの重要な試合で、今日絶対負けられないっていう試合で、少しね、こういう、まあ、投手が崩壊したというかね、こんだけ大量失点をしたっていうところは非常にねジャイアンツファンからすると、まあ、ちょっと阪神残念やったなっていうところは思いますし、まあ、梅野選手もですね、まあ、X であったりとか、まあ、いろいろ、まあ、SNS で言われたりしてますけども、今日の配球に関してはまあそうですよね、まあ、難しい配球になってしまったというか、少しこう単調なというかね、相手が狙ってるところに、その球種を投げさせてしまったというかね、うん、もうちょいうまく、やれたんじゃないかなっていうところは正直僕の中で思いました。はい、そんな感じでですね、まあ相手の、ジャイアンツの次の相手は、まあ DeNA というところで、まあ非常に相性良くて、まあ僕からしたらね、ラッキーという感じですけども、まあ何が起こるかわからないですし、まあ怪我人が出てるとはいえですね、打線が好調というのがありますから、非常にそこはね、気を引き締めてジャイアンツね、戦ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。